よろしくお願いします。週刊ウニュです。で、また今日は新ネタということで、はい、じゃあ三好さん、参ります。よろしく、プレゼンよろしくお願いします。三好でございます。ですねまあ、一末模様なんですけど、なんかこうなってくっていう、なんかいくらかやつです。なんだっけ、エッシャーっぽくもありつつですね。そしてなんかさや型なども想起しつつ、そうですね。はい、まあ、模様が変化してるとも思えるんですけど、なんかこう紙、折り紙が4枚あると、なんかこんな風にこう端っこを絡ませられるじゃないですか、うんうん、でそれがあの全部のところで起きてるっていう感じで、あ、それはその認識はなかなかしにくいね全部並んちゃうとね。あ、まあね、その下のやつならわかるけどね。そうそう、下のをまず見せて、まあ、いや どうだろう、アニメーションだと割とそうも見えるのではないかと期待してるんですけどね。あ、まあ、ああ、うん、正方形残りに見えるかなと。まあで、あるいは色を工夫すれば重なったところは重なり色とかでも分かりづらくなっちゃうね。かえって分かりにくいかもしれない。ね、そうだね。ということで、仕組みとしては、はい、ここがですね、正方形の中心を結んだ線がこのちょっと濃い、はい、濃い赤で書いてあるんですけど、はい、その重なりの幅を T というふうにしますと、はい、この中心の Y 座標は T だけずれてるわけですね。はい、で、X 座標の方は、これ、紙の長さが1に対して T へっこんでるので、1-T だけずれるわけですね。うん、で、まあ、この直角三角形のここの角度を θ とすると、タンジェント θ が、t-1 分の t と。うん、いうすごい簡単な式で書けまして、うん、で、アニメにするときに、まあ、この中心点の格子がだんだん斜めになっていく、シータをあの0から360までこうぐるーっと回すっていうやり方もあると思うんですけど、うん、やろうと思ってるのは、これを中心の、角度は変えずに、正方形の折り紙の方が斜めに回っていくというイメージですね。さっきのこのタンジェントシータが 1-t 分の t っていうのは変わらないんですけど、正方形の方が斜めになっていく。で、この、赤い線は、最初の長さは1なんだけど、θ が大きくなるにつれ縮んでいくと。それはさっきも一緒か。つまり、うん、正方形の並びをキープで、縮尺が変わる分で、正方形がも回ればいいじゃんってことだね。そう。多分。うん。あ、わかります。ってやつです。物分かりが。物分かりがいいから。あ、ちなみに、これ、昔ですね、似たアニメを作ったことがありまして、はい。出るかな。似た？うん、準備が。切りますか、一旦。あ、切りますか、はい。じゃあ、一旦切りましょう。はい。はい、じゃあ、ちょっとお願いします。これは三角形ですね。そうそう、さっき正方形のやつを作ろうって言ったんですけど、昔、これは私が、一コマ一コマ手で書いて作ったアニメなんですけど。おー、丁寧なお仕事で。まあ、三角形がぐるぐる回って。普通はそうなるよね。うん。ぐるぐる回って、隙間になんか穴が開いてるみたいな感じですね。正方形だとちょっと穴は開かないんですけど、まあ、これ、この正方形版を作りたいなというのがさっきのお話でございます。あ、じゃあもしかすると、うん、
正方形にしても正方形残りで見えるかもしれないんだ。そうですね。まあちょっとできてからの。やってみないとわかんないけどってことね。うん、ああ、なかなか素敵だね。うん、これはまあ巴だけどね。四角形だと巴にはならないか。なんて言うんだろう。これは三つどもえだな。だから四つどもえになるんだな。うん、あ、タイトルがね、その動画のね。四つどもえです。タイトルは岩井さん任せなんで。あ、そうか。まあまあ、うん。覚えてられる名前にしとかないと、なんかどれがどれだったか分からない。いや、そうなんですよ。あと色味もなんか何色のやつだっけみたいなのがね。ああ、それ色で覚えると。うん。ああ、でも色で覚えることも多いですね、やっぱりね。そうそうそう。まあそんなことで。はい。あ、じゃあこれではこれで。はい。じゃあこの、そうですね。正方形の四つどもえ版を作る感じ、うん。じゃあそれはやってみますので。はい。はい。じゃあ、お願いします。チャンネル登録よろしくねということで。はい。じゃあ、終わります。はい。